五葬式、高葬式は、重砲の装填方式を二つに対別した一つで、重砲心の微部から砲弾と装薬を装填する方式を言う。重砲口から装填する前葬式の対義語。あと五目、元五目、褒美装填式とも呼ばれる。五葬式の重砲を五葬銃、五葬砲、ブリーチローダー、ブリッジローダーという。五葬式では、重宝の汚染。 閉鎖機に工夫が必要となる。前装式は発砲の後、重口を手元に戻して玉込めの作業をしなければならないのに対し、五装式は発射した姿勢を崩さず、手元で玉込めが可能である。さらに、玉や火薬を作つで重口の奥深くに押し固める手間も不要である。このため五装式は、前装式に比べて、弾丸の装填が容易に、かつ迅速に行え、しかも、 発射速度ががいいという長所がある。一方で五送式は弾を込めた後、火薬の燃焼ガスを漏らさないように、弾を込めた箇所を完全に密閉する必要があった。しかし、技術力が未熟な時代では、閉鎖機構の精度は低く、前艘式に比べて、故障や暴発などが起こりやすかったため信頼性が低かった。このため、五艘式という機構そのものは、銃の歴史の中でも、 比較的初期には登場していたにもかかわらず、前奏式に変わって主力となったのは各国の工業力が高まった近代に入ってからである。自動小銃や機関銃など装填の自動化も可能である。迫撃砲などの例外を除くと現代の大砲と銃はほとんどがこの方式である。燃焼ガスの漏えいを防ぐため銃砲を開閉する必要があるが完全に密閉し、 高温高圧に耐え、迅速に開閉できなければならないため、5層式の設計、製造で最大の困難となる。閉鎖機構は複雑で高い工作技術が必要であり、近代までは5層式の安全性、耐久性、保守性は全層式にかなり劣った。大砲では、汚染による閉鎖機が使われる。近代的な汚染には、ネジでねじ込む、螺旋式、スクリューブリッジと、 方針に直角方向に線を貫通させる、鎖線式、スライディングブロックブリッジがある。銃では、連射を可能にするため、遊定、ボルト、スライドが使われる。しばしば、銃砲自体の気候による閉鎖は、不完全であり、金属薬莢による閉鎖が必要となる。五葬式は十五世紀頃までには登場していたようで、初期の五葬式には、フランキ式、フツロウ式や、 縦線式があった。しかしながらこれら初期の五葬式砲は燃焼ガスの漏れにより前奏式に対して威力を取っていた。日本史では大友総林の国宝や加藤清正が朝鮮出兵で旅客した砲などが登場する。小銃では17世紀には五葬式が現れている。アメリカ独立戦争ではイギリス軍のフリントロック式小銃、ファーガソンライフルが投入され、 毎分六発という当時としては高い発射速度を誇ったが数の少なさから戦況に影響はなかった。南北戦争においても前装式ライフルが主力であったが主に騎兵が使用した後装式スペンサー銃の利点が理解され戦後大量にあった前装式ライフルが5装式に改造されアメリカのスプリングフィールド M1865 イギリスのスナイドル銃 フランスのタバティエール銃。いずれも、金属薬莢を使用して、閉鎖を実現、以降は5層式ライフルが、不評の標準装備となった。他方、これに前後して、プロイセンのドライゼ銃、フランスのシャスポージュといった、紙製薬莢を使用す、ボルトアクションライフルが開発されている。ドライゼ銃は、ガス漏れの問題があったが、シャスポージュでは、生ゴム製のオーリングを使用することで、 高度な閉鎖を実現した。大砲では近代的な閉鎖機構が18世紀に発明され、イギリスでは1858年にアームストロング砲が正式採用された。しかし、鎖瀬もネジで押し付けるというアームストロング砲の閉鎖機構は十分でく撮影戦争で汚染破裂事故を起こしたため、イギリスは再び前奏砲に戻っている。 ご送法が真に実用的になるのは1872年にシャルル・ラゴンド・バンジュが拡張式金細部を発明してからでった。激発に失敗し不発射を起こした際に比較的対応しやすい構造である。前葬式の場合は汚染がなく不発があった際にも方向から取り出さなければいけないので専用の工具を必要とし、 さらに除去作業中に地発が発生すれば、方針内で加速された砲弾が自分に向かって飛んでくるため大事故を避けられず、危険性が高いのに対し、古葬式の場合は、汚染が開けられるのでこれを利用して、不遮断を排除でき、万が一除去作業中に地発が発生しても、その際に最も危険が高くなる、方向側へ回る必要がないという利点がある。 無論除去作業中に地発が発生する可能性そのものは排除できないため危険な作業に違いはないが作業をしている人に向かって方針内で加速された砲弾が飛んでくるわけではないので方向側からの除去に比べればまだ安全な方であるまた汚染を開けて弾薬を込めるという構造上装填してあるか否かを容易に確認できるため二重 装填を防ぎやすいという利点がある。前葬式では方向から確認するより他に方法がないため、容易に確認できるというわけにはいかない上に、暴発等が起きた際には上述の不発射、自発の際と同様の危険を伴う。そのため銃砲の黎明期から現代の迫撃砲に至るまで、全葬式においては二重、装填に起因する事故は珍しいものとはなっていない。 ラインメタル RMK30 は方針から見れば後葬式だが役室から見れば前葬式という他に例を見ない得意な構造をしている。これは円形に複数の役室が並びそのうち一つだけが方針の真後ろに来るため争点は方針の外側で行われるというリボルバーカロンゆえの構造により可能となる方法である。楽しくご覧になりましたら 高読と良いです。クリックしてください。